ミハイル・ハイドン作曲の大司教ジギスムントのためのレクイエム派単調メガヘルツ155は1771年12月のザルツブルク大司教ジギスムント・フォン・シュラッテンバフ派の司教を受けて作曲された。M ・ハイドンは S、オリ・ィ、エオ・チ、オノ・イ・ジー、ロリア、ソールズ・ベギー 31D ・チェンブレイ1771と署名して同年内に楽曲を完成させた。 その年の初めの頃に、エム・ハイドンの娘アロイジア・ヨーゼファが他界した。歴史家は、エム・ハイドン自身の個人的な死別が作曲の動機となったと考えている。本人直筆の楽譜を含めて現存している同時代の資料がベルリンで発見されており、エム・ハイドンの手による大量の写し筆楽譜がザルツブルクで、もう一組がアイゼンシュタットのエステルハージ上で、そして、 ザルツブルクの写し筆やニコラウスラングによって作成された楽譜がミュンヘンで見つかっている。この楽曲は独唱と混声4部合唱、2つのファゴット、4つのトランペット、3つのトロンボーン、ティンパニと通奏低音を伴う弦楽合奏のために作曲された。レクイエムエイテナム、アダージョ、破綻調、四 四拍子セクエンツやアディエスイレ、アンダンテマイストーゾ、ハタンチョウ、四拍子、オフフェルトリウムドミネイエズクリースタ、レックスグロリー、アンダンテモデラート、トタンチョウ、4、四拍子オスティアスイプレスス、アンダンテ、トタンチョウ、4拍子サンクトゥス、サンクトゥスドミヌス、アンダンテ、ハタンチョウ、3、拍子ベネディクトゥスクイベネット、アレグレット、ヘンホチョウチョウ,チョウ、三、四拍子、 アニュスデイ・コムニオ・アニュスデイ、クイトリース・ペイカタムンディ、アダージョコン・モート、ハタン長、4、4音楽学者、チャールズ・シャーマンは、アニュスデイエと、コンムニオにおいて、アニュスデイ及び、レクイエム・エテルナムの8分音符が、クム・サンクティス・トイスのフーガの2分音符と同じとなる、テンポを推奨している。シャーマンはまた、ディエス以来のアンダンテ・マエストーゾーイコール・ MM、104、 と解釈することを推奨している。レオポルト・モーツァルトは、スタッカーとは、弦から弓を離すという指示で、あり、アクセントの意味ではない、と指導している。レオポルト・モーツァルトとボルフガング・アマデウス・モーツァルト夫子が、1772年1月に、開催された初演から第3演までの3回の演奏会に出席しており、ボルフガングは、自身のレクイエムを作曲する際に影響を受けた。 事実、M ハイドンのレクイエムは、モーツァルトにとって重要な原型となっており、またフランツクサーバー・ジュースマイヤーによるモーツァルト風の個室が、いかなる点でも、モーツァルトの構想から出たものではないことを強く示唆している。ありがとうございます。